赤旗の日刊紙日曜版の日本紙もお配りしています。新宿駅をご利用の皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。昨年7月の参議院選挙で初めて国会へとお送りいただきました。国会に行きまして7ヶ月が過ぎましたが、安倍政権のあまりにもひどい政治をまざまざと見る思いです。昨年の臨時国会は TPP に年金カット、カジノ法案まで強行採決三昧、こういう態度でした。そしてこの安倍政権が今度狙っているのが共謀罪です。今日は共謀罪の国会への法案提出を許さない緊急街頭宣伝を行っています。共謀罪ってなんだかよくわからない、テロ対策だから必要ではないか、こういうふうにお感じの方もどうぞお聞きいただきたい。チラシもお受け取りください。また共謀罪に反対する署名も集めておりますので、ご協力をお願いいたします。安倍首相、今テロ対策のためだ、国際条約を批准するために共謀罪が必要だ、共謀罪を作ることができなければオリンピックも開けないんだ、こんなことを言っています。しかし皆さん、オリンピックというのはそんなに危険な催しだったんでしょうか。平和の祭典、スポーツの祭典ではありませんか。オリンピックを開けばテロの標的になるんだ、危険だから新しく犯罪処罰も必要だ、こんなことは皆さん、東京オリンピックを招致するときに安倍首相は一言も言っていなかったではありませんか。むしろ福島原発の汚染水でさえ完全にコントロールされているんだ、日本は安全だと宣伝してきたのが安倍首相ではなかったでしょうか。オリンピックとテロ等を結びつけて私たちの不安を煽る、このやり方に私は怒りを覚えます。こういう言い方をするときには必ず裏にごまかしがあります。その嘘が次々と明るみに出てきました。この間、共産党だけでなく民進党など野党各党が徹底して共謀罪について追及を重ねています。安倍政権が言う国際組織犯罪防止条約、ここの条約には共謀罪、つまり合意しただけで犯罪になる、そういう処罰を一律に求めるものではないということが明らかになってきました。条約を批准して共謀罪のような立法を行った国はあるのかと問われれば、それはたった2国しかない、わずかしかないわけです。条約を締結するにはそれぞれの国がそれぞれの国の法制度に見合った形で条件を整えていけばよい、共謀罪を作ることは必須の条件ではないのだ、条約上もそういう仕組みになっていることが明らかになっています。国際条約のために共謀罪が必要だ、真っ赤な嘘ではありませんか。日本の刑法は明治以来行為があって結果が生じる、だからこそ罪とすべきだ、こういう原則が貫かれてきました。心の中で何を考えて何を思おうが、それは自由です。内心の自由は憲法でも最も大事にされている基本的な人権です。国家が踏み入ってはならない領域なのです。ところがこの原則を捨ててあって計り事をした、共謀をしたといってまだ何の危険も生じていないのに取り締まろうとする、これでは内心の自由への侵害そのものではないでしょうか。危険な結果もなければ危険な行為もない、その予備的な行為もない、犯罪の成立時期をどんどん前倒しする、これはどういう事態を招くでしょうか。何の危険も生じていない段階から捜査機関は警察は私たちの日常を監視しなければならないということになります。怪しい動きを
しそうな人物が怪しい動きがある前から監視する、こういうことになりますと、普段からもうずっと監視する、密告を奨励する、こういうことになっていきます。安倍政権からは一般市民が対象になることはないのだ、組織的な犯罪集団が対象なんだ、こういう説明が出てきていますが、そしてテロ組織や暴力団、薬物の密売組織を例に挙げていますが、それ以外も含まれるというのが、あの金田法務大臣の国会での答弁です。結局歯止めは何もありません。何が凶暴か判断するのは警察の仕事だ。2人以上が話せば何でも凶暴になる。その瞬間に組織的犯罪集団なんだ、こう認定されかねない仕組みになっています。そうなりますと皆さん、あらゆる会話や通信、私たちが何気なくやり取りをしている友人知人とのおしゃべりや、あるいは携帯電話での会話、メールや LINE のやり取り、いつでも監視の対象になるということです。私たちが歴史で学んだ治安維持法の再来そのものだ、各方面から批判をされています。だからこそ、これまで3度にわたって廃案に追い込まれてきたのがこの共謀罪です。3度目の正直にもう失敗したのが共謀罪です。再度挑もうとはあまりにも往生際が悪いと言うべきじゃないでしょうか。私はこの共謀罪を他ならぬ安倍政権が作ろうとしていることにさらなる不安と、そして怒りを感じています。安倍政権がこの4年余りの間にやってきたことは何だったでしょうか。秘密保護法で情報を隠すという術を持ちました。集団的自衛権の行使を認めて、憲法違反の安保法制戦争法を作り、そして昨年にはこの戦争法を実施して PKO の自衛隊に駆けつけ警護など危険な任務を負わせました。その自衛隊は現地で戦闘が発生したことを日報に記していたにもかかわらず、防衛省に握りつぶされて、本来なら撤退するべきところで新たに危険な任務を負わされ活動を続ける、この一貫した安倍政権の姿勢は戦争できる国づくりそのものではないでしょうか。国内では何をしているか、軍事予算をどんどん増やす、医療や介護や年金のためのお金は減らし続ける、国民に危険が及んでも原発は再稼働する、沖縄には米軍のための新しい基地を私たちの税金でわざわざ作ってあげる、異論に差し挟むものが出ないようにこれから共謀罪を作って監視をしていく、監視するための盗聴法はすでに昨年その範囲を大きく拡大させてしまいました。皆さん、私たちの国は憲法9条を持ち、世界に対して戦争をしないと誓った国です。憲法13条があり、個人の尊厳が最も大事にされるべきだと謳っている国です。その日本でこんな安倍政権のやり方は、その政治は許されないではありませんか。今、共産党だけでなく民進党や自由党、社民党など野党が一致して共謀罪の国会提出を許すな、取り組んでいます。テロ等準備罪だと名前を変えても話し合っただけで罪になる、その本質には全く変わりはありません。私たちの未来をそんな暗黒社会にしてはならない、この声をご一緒に上げようではありませんか。どうか皆さんご一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話しいたしましたのは山添拓参議院議員です。